何も投げないでください。忙しそうですね。そうですね、今お忙しくはないんですけど、ミクチャーの方で今イベントやってるから、ミスコンでね、だからちょっとあんまり今はこっち来れてないって感じ。ただちょっと今日はお昼もう少しだけやろうと思って、ミクチャ見てね。だってそう、今ミクチャなんだよね。毎日ミクチャやってるよ。だからちょっと今は本当にこっち全然来れてなくてごめんなさい。で今メイクしてった。本当に全然来れてない。ミクチャ配信が13日まであるの、そのイベントがね。13日まであるから、13日が終わればショールーム戻って来れます。体調大丈夫ね、ありがとう。そう、実はね入院してたんですけど、私実は入院していたんですが、一人部屋だったよ。だからさ、私インスタね、サブアカ作ってるんですけど、サブアカでインスタライブしてたりしてた。入院期間暇だったよ、そりゃね。なんかあんまこのスプーンほんと好きじゃないかも、やめよう。ああ、虹ありがとう、グッドラクティブです。本当に今投げなくて大丈夫です。本当に今ねミクチャ配信やってて本当にあれなのね。美容系の入院って何？美容系って何？あ、そういうこと？整形とかってこと？だとしたら変わってなさすぎない？私普通にマジの入院です。普通のマジの入院で、ここ点滴ずっと打ってたのね。ここ、これ見て、ここ、これ針の跡残った。病院食とかも写真撮って、なんかチラッと見せるね。なんかもうマジこんな感じ。なんかもう点滴、相変わらずコメント選ばないよね。だってえ、嘘、あれコメント選ばないってどういうこと？選ばないよ、全部読むよ。マジの入院、そう1週間ぐらいしてて、まあでも言うて1週間ですよ。もっと長い人は長いと思うから、私は2週間で元気になりました。心配していてありがとう。今平気ですよ、私はもう今。そうでね、しかも学校始まってたんだよね。ちょうど学校が始まる週にこんなことになっちゃって、で裏話、救急車に運ばれたの、私救急車に運ばれちゃったの。だからマジ救急車に運ばれる日の子でした。なんかおー救急車だって感じだった。
あ、お今ここは本当に投げなくて大丈夫です。本当に本当に大丈夫です。マジで特にミキちゃんとか見てくださってる方は本当にさらにさらに、いや乗ったの初ではないと思うんだよね。なんかちっちゃい頃に、本当にちっちゃい頃になんか乗ったと思う。だって聞いた、でもそれはなんか全然あの渋滞ではあんまないんだけど、ちっちゃい頃だから。救急車乗り心地どうだった？え、よかった。よかったって何って感じだね。今日は大谷翔平の試合が熱いだって。え、今日大谷翔平さんの試合なの？見に行こっかな。初めての時少し嬉しかった。わかる。そうで、わざわざお姉ちゃんについてきてもらって付き添ってもらってっていうぐらい本当に大変だったんだけど、無事に退院して今は元気です。今日日曜日、今週の月曜日ぐらいに退院しました。そうで、みんな聞いてください。今日暇な人、あ、顔が見、え、てか見て、今日あのパジャマだからここゆるゆる、ごめんなさい。今日ね、あのミスコンの対面イベントがあるんですよ。今から対面イベントがある、なんか私に会えるイベントがある、イベントというか本当もう誰でも来れる対面イベントがあるので、3時からなんですけど、なんかサンドイッチ屋さんでなんか店員さんではないか、あれサンドイッチ屋さんでなんかバイトみたいなことする。初バイト。3時からなの。今日の15時からその代官山の、代官山にあるブローサンドイッチ東京さんっていうお店でいる、お店にいるかな。3時からもし近くまで行くよとかって方がいたら見てみてくださいっていう。で、私と写真撮れるセットメニューもあるんですよ。写真撮れちゃう、あなたのスマホで。ファンの方のスマホで写真が撮れます。私とこうやって。でもお高いんでしょ。2500円ですか。でもサンドイッチ食べないといけない。サンドイッチ食べてください。でも美味しそうですよ。めちゃめちゃ美味しそうだよ。私のこのミスコニアのインスタちょっと見ていただいたら分かるんですけど、どうして、写真込みの料金、そう、写真込みの料金で2500円です。見てみてください。本当に代官山のブローサンドイッチと、サンドイッチついてその値段って考えたらお安いだって。そうだから今日さ、あの暇だなって方はぜひ来てください。で、私と写真も撮れるしお話もできちゃう。いろんなお話ができるよ。いろんなお話、告知が遅い。そうそうだね。いや、なんかインスタでは言ってたんだけどね。ちなみに、ただショールームこっちでは言えてなかった。ショールームできてなかったから。だから今日の15時からもし来れたら来てください。私といろんなお話できるし写真も撮れます。
エロン、そう、いろんな話。もうなんかちなみに今やってるらしいんですけど、私は15時からっていう。今日は忙しいぜだって。そうだね、いろんなとこ行くもんね。浮気やろう、浮気や、大阪でもやってほしい。大阪行きたい、とユニバ行きたいんで、ユニバ連れてってください。あ、今日握手会なん、そっか、それ忙しいわ、そういうことか。今福岡いるから無理だって。福岡私も行くよ、今週、来週か。今ね、ミクちゃんイベントやってるので、ミクちゃんもぜひ見に来てください。私福岡行くんだよ。握手できるサンドイッチセットない。握手はできないんですよ、なんか接触はできないんだけど、なんでって感じだよね。接触したいよね、したいよねっていうのもおかしいけどさ、接触したいよねってちょっとおかしいか、ごめん間違えた。それなんていうの、接触したいよねはちょっと言い方おかしかったかもしれないけど、さ、そう、お触り禁止なんですよ。触らせろ、やばい、手が汚いの。え、どういうこと。別、普通にお触り禁止なんですよ。おっと、ここで卑猥なコメント発見。笑わないよ、こういうのは大人の対応しない。さ、握手したいよね。わかんの、握手したいっていうそのあなたの気持ちもわかんの。なんでダメなの、なんで握手しちゃダメなの今日って聞いていい。二の腕触りたい、いろんなところさ、ね、変態がいっぱいいて嫌だ。握手したのかなり大昔だよね。握手したくない、今日握手ぐらいいいのにね。待って、今日さ、私余裕めっちゃあんの。めっちゃでもないか、けどいつもなんかギリギリ成人にしては今日はなんか余裕が。コメントが多いんだよ。でも私じゃなかったら本当に。これ鼻のハイライトずっと塗ってたらなんかすごいことになっちゃう。どうして
握手見の人が多いから気にしないだろ。そっか、握手ぐらいはいいと思ってたけど、まあそんな、なんか私だけの勝手なあれでできないから何も言えないんだけど、まあでも今日はそう15時からなんで、あの暇だよって人は来てください。はるさんこっち、いやはるさんはねこっちショールームも見てくれてたよ、ただ今いないだけで、でもお仕事なんじゃない、お仕事だった気がする時間帯が。握手よりミクチャで応援しなさいですよねって、いや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 、もちろんミクチャも応援していただきたいですけど、今対決してるからね、なんだけど握手は別にしていいんじゃないかって思うんだけど、でも良くないですね、なんか私が勝手に決めることだよね。メイクしないと途中までしてるんだけどね、なんか土台はできたって感じ。そうだからあの今日15時から空いてるよって方は本当に会いに来てください、いろんなこと話したい。待って、最悪なんだけど、ショールームもっとやってくださいって。14日以降ならできますね、それまでお待ちください。ちょっとさ、ちょっと待って、今最悪な事態が巻き起こってるから、ちょっと待って、はい、オッケー。どこへ行けばいいの、だって代官山駅の最寄りは代官山駅で、ブローサンドイッチ東京さんってところ、あの国学院のそのインスタ見てくださったら分かるんですけど、私のコンテストアカウントとか、とにかく会えるから、会えちゃうから私と。一日、いや、なんか他のファイナリストの方もいらっしゃいますよ。二人ペアでやるんですけど、私はそう二人ペアでやる。で、写真撮れる機会は本当今日しかないので、写真撮りたい方はぜひ、ミスコンの私と写真撮れるのは今日しかな。動画とか撮らないですか、だって動画、何の動画触らないから、かけるのは OK、 かける、かけるって何、かけるって何、二人だけだったらギクシャクしない、え、どういうこと、ギクシャクって。ちょっとお昼らしいからまだやってて、どういうこと。あ、 YouTube の動画ね、ちょっとね、ダメなんですよね、そう撮らないんだよね、だからみんな来てね、写真撮ろう。多分私と写真を撮れる機会はあまりないと思うので、今のうちに、暇だよって方は代官山来てみてください。で、私のファンの方も来てくださる方いるんですけど、私のファンの方本当にみんな優しいから、もし一人で心細いって思っても仲良くなれると思います。今日ショールームでひなこちゃんが言ってて来たんですけどって、なんかその辺で周りに話しかけたら仲良くなれると。いつ優勝が決まるの。11月30日も来てほしいけど、11月30日は国学院大学渋谷キャンパスで本番があるの、それは誰でも入れるのね、予約フォームを送れば、だからそれも目にしてほしいね。
雄一郎君と話す内容考え中だって。あかんの、私も考えてる。お昼行ってくるだって。そうそう、だからまあとりあえず会えますよって。うちはペン、え、ペンライトはどうだろうな。ペンライトはダメな気がする。うちははいいと思うけどね。じゃ聞いてみますね。でみんなに見に来てほしい。腹減ったわ、だってね。わかる、私も食べたい。てかもう学校始まって、おすすめの教授、教授おすすめじゃないし、なんでお気に入りの教授いないし、悲しい。今日来れる方はぜひ来てください。お待ちしております。お待ちしております。ぜひ。教授とうまく続いてるの？いや続いてないよ、うまく。あ、会えてない。一応うちの教授おもろい教授。いや一応うちの教授なんか私一途な人が好きなんだよね。一途な人、なんか、なんでかっていうと、医学部の教授だって。そうそうそう、医学部の教授会えない時間が愛は育てるんだよ。よく言うよねそれ。一途です、わしやないかい。え、一途な人じゃん。一途な人がいいので、その教授はなんか確か、じゃあこれあんまプライベートな話だからあんまよくないし、やめたいよこんなショールームで。フリアね、フリア文化とか言ってるやつ、人がやつって人がいる。ダメだよ。え、あきさん、なんかすごいのありがとう。でも全然この、はい、この今ルームで本当にそんなことしてくださらなくて大丈夫です。本当に今ねミクちゃんやってて本当大変だから、あの皆さんにめちゃめちゃ迷惑かけてるから多分。でも嬉しい、ありがとう。爪切れ？長いっしょ。プリンは食べ物。プリンは食べ物だよ。プリンは飲み物だ。長いのが好き。あ、そうなの？でも分かる、私は長いのが好きなんだよね。長い方が綺麗に見えない。私なんか前まで短いのが好きだったの。だからわざわざ短く切っていつもしてたのね、ネイル。わざわざ長いのが嫌だったの。なんか短いのが似合うっていうか、なんかいいと思ってたの自分で。なんだけどそれは間違いで、やっぱ長い方が可愛くない？その爪だと鼻ほじるの大変そう。え、逆にいいんじゃない？逆に。それでパソコンで、うん、もうなんか爪のここで押してるよね。
サンドイッチ屋さん電子マネー使えるかな、だって。待って見てみるね。ないでいいな。あ、ちなみにテイクアウトのみなんですけど。やばいね、ちょっと待って。一緒には食べれないけどね、お話できるよって。ちょっと書いてなくてわかんない。電子マネー使えると思うけどね。ごめん、あくびした。書いて、チャンククッキー食べたい、俺が食べたい。書いてないかも。でも多分使えると思うよ、さすがに。一応マネージャーさん見るかじゃ分かんないけど聞いてみるね。電子マネー使えるって。サンドイッチ、サンドウィッチ、サンドイッチ、どっちか分かんない。いや、ゆういちろうくんともぜひ撮ってあげてください。彼面白いと思うんで。最近お菓子作ってるの、だって。お菓子作ってないよ。ツーショットも撮ったことないから撮りたい。撮ろう、ツーショット。さすがに撮ろう。ツーショットってマジで大事だよ。だってあなたのスマホの中に私のツーショットが。レアだ、レア。ネイルがごいす。じゃじゃーん、爪長すぎやろ、長すぎやろがい。てててててて、長すぎやのがいてる。だからショールームって、ショールームって私のなんか素を全部さらけ出してる。こんな髪の毛ボッサボサで、こんなこのパジャマで。スクショタイムください。え、ちょっと待って、まだ今メイク中だから待って。こんな顔じゃスクショできない。サンドイッチ食べたい。ウインクうまく立ったの？うまく立った。てかさ、サブアカ、インスタのサブアカでさ、質問募集みたいなしたの。もう変なのしか来なくて。ただまあ逆にそれがいい。なんか投票サイト見せたから投票したけど役に立って、めちゃくちゃ役に立ってます。本当にありがたいです。投票してほしいです。
みんな投票してください。コンテスト本当にグランプリは投票で決まると思うから投票してください。ミルク着てる、どんなの着ただって。読む？読み上げてだって。もう例えば。フォロワーから外せないの？え、別にフォロワーから外すほど別に嫌じゃないです。私嫌じゃないから全然、なんかむしろこんな感じでいいねしてる。なんだろうな、なんか例えば今写真送っていいですか？写真送っていいですか？とかかな。私って DM 結構ちゃんと見てるから、ちゃんと見るのよ DM。 そんななんかまじまじと見てるとかじゃなくて、普通にみんなから来てる DM 全然パパーっと読むから。エゴサとかするの？エゴサはしますよ。エゴサしない人とかいるの？なんか今日さ、お顔がブスちゃんだ、どうしよう。今日ブスちゃんなんだけど、どうしたらいい？なんか今日まだ寝起きだからかな、なんかおぶすちゃんなんかね、盛れる日と盛れない日があるんだよね。むくんでる、むくんでるんだと思う。
なんか今日は本当おぶすちゃん。昨日の食事で塩分と、別にそんな塩分取る食事してないと思うけど。待って、ピンクスリー？あ、ほんとだ、もうヤネちゃんたち始まってるんだ。行くんじゃないの？どうせ行くんじゃないの？それ痛そう、痛くない？見て、だんだんひな子が出来上がってきたんじゃない？スーパーノーバー。え、雨降ってないよね。今日寒いですか？今日外出てる人、東京。今日寒い？膝小僧に何も塗らない。自分はずっとヒーナと呼んでるようだって。あ、確かにヒーナって呼んでる方本当にあんまいないと思ってたけど。実はヒーナ呼びいた。25度くらい。25度ってどうなの？え、半袖はさすがに無理？半袖は無理？暑がりには微妙な気温。え、本当？どうだ？あ、全部使える。あのサンドイッチ屋さん使えるらしい。カードも電子マネーも ID とかも使えるらしい。半袖だと寒い。あ、本当？まあ持って行った方がいいよみたいな感じかな。じゃあ持っていくか。トゥルトゥトゥルはあああえどうして君が泣くの？まだ僕もなていないのに。チーク塗りすぎだよね絶対。でもなんかつかない、なんかあんまりつかない。いつもぐらい、いつもチークはちょっと濃いめについてるんだけど、いつも。もうこっちの筆でやっちゃう。チークは濃いめについてた方が可愛いんだよ。カーディガンぐらい持っていけないよね。って分かった、持っていく。そんな言うなら持っていくよ。まあ、結局こうするけど。大学生ひな子が出来上がってきた。そうだよ。いつものひな子です。いつものひな子は別にすっぴんか。いつもみんなが見ているひな子出来上がりました。スカート履くの？今日はズボンかな。でもズボンだけど足出す、あの半ズボン。足出す。忘れられていたらどうしよう。どう
こと？忘れられていたらってどういうこと？なんで？この前会ったのに？そう、半ズボン。足出していこうなって。足出すよ。トゥルトゥトゥルは夢でしか会ったことないだって。私夢に出たんだ。夢に出現してきた。待って、みんな、いつものひなこ完成してきてしまっている。いつものピナタンが完成してきている。あれ、もうちょっと待つ。いつものひな子が言うさ、時間ね、なんか余裕ぶっこいてたらちょっとやばいかもしんない。なんかやばくなってきたかも。めちゃくちゃ余裕ぶっこいてたら、そろそろね、あのショールームは終わろうと思うので、なんか思ったよりちょっと時間が、余裕ぶっこいて女だからちょっとね、アイライン引かして。たまに、待って、今絶対ブスだよね。今集中するとこだから。眉毛描いてないけど。カスタ使うことないね。どう？いつもひなこじゃない？割と。どう？チュルルンってしてる？髪型どうしよっかな。ちょ、サンドイッチ屋さんだからさ、髪型なんか結びたいよね。今日は可愛いねだって。今日はってなんやねん。いつもやろ。サンドイッチヘアって何？
眉毛描いてないけど一旦出来上がり、あと眉毛描くだけ。スー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 スなんかアイラインがあんまり納得いかない。まあいいや、こんぐらいで。とりあえず結構綺麗な気がする。それでは皆さん、ランキングを読んでいきたいと思います。13位、シティライバーさん、ありがとうございます。ありがとう。12位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、タカさん、ありがとうございます。ありがとう。10位、まぼろしさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、はなちゃん、ありがとうございます。ありがとう。8位、PE さん、ありがとうございます。7位、 WY さん、ありがとうございます。6位、ベロベロチーナ、ベロベロチーナさん、久しぶりに見た、ありがとうございます。5位、オレンジのダフィーさん、ありがとうございます。4位、ソースイさん、ありがとうございます。3位、アキさん、ありがとうございます。2位、ダミチンさん、ありがとうございます。そして1位はグッドラックテムリマンさんでした。グッドラックテムリマンさん、ありがとうございます。みんな急に始めたのにこんなに見てくれててありがとうございます。今日暇な方はぜひ代官山のブローサンドイッチ東京さんでお待ちしてます。15時から写真も撮れたりするのでぜひ会いに来てください。ラブー。じゃあね、みんなありがとう。またね、バイバイ。